朝風がた護衛艦、朝風がた護衛艦、朝風がた護衛艦は海上自衛隊の護衛艦の艦級。アメリカ海軍のリバモア級駆逐艦の貸与を受けて1954年に再就役させたもので、海上自衛隊初の本格的な水上戦闘艦として活躍した。1951年、昭和26年、連合国軍最高司令官、マシューリ自衛隊長は、連合国軍占領下の日本に対して、パトロールフリゲート、PF 及び上陸支援艇、LSSL を貸与することを案した。これを受けて1952年4月26日、海上保安庁内において、これら軍艦の受け皿となるとともに、将来の海軍の母体となるべく、海上警備隊が創設された。そして同年8月1日の保安庁の発足とともに、海上警備隊は海上保安庁の航路警戒部を吸収して、警備隊に改組され、陸上部隊である警察予備隊、後の保安隊とともに、保安庁の隷下にいる本格的な再編成への体制が整えられることになった。貸与艦艇のうち、PF は1953年中に18隻全艦が引き渡されて、楠形警備船として就役し、後の海上自衛隊護衛艦整備の出発点となった。警備隊発足年度である昭和27年度予算では、これらの警備船の運用基盤を整備するための支援船、水船や重油船などの建造が優先され、戦闘艦艇の建造は行われなかった。続く昭和28年度より警備船の国内建造が着手されたものの、同年度での建造は、1600トンの高型警備船、DD 春風型2隻と1000トンのオツ型警備船、であけぼの、いかづち型3に止められた。その後、1954年5月14日に、日米艦艇貸与協定が調印され、リバモア級駆逐艦とキャノン級護衛駆逐艦2隻、ずつが貸与されることになった。このリバモア級を再就役させたのが本型である。なおキャノン級は朝日型となった。戦型としては、船首楼付き平甲板型を採用しており、船首楼は長さの 35% 程度を占めていた。また中央部の間限を補うため、長さの 25% 程度にわたって、ブルワークが設けられていた。また、船首楼部には、舷槽が設けられていた。工作方法としては、量産を考慮して、溶接構造が大幅に使われていたものの、強度外板は従来と同様に、リベット接合を主としていた。イン&アウト方式の外板接合は、建造時に工数がかかり、外板深解などの修理工事は、特に大変だったほか、船体が老朽化して、リベットが緩んだ場合の漏水の処置にも苦労されている。なお本型は、重厚な火力装備のために復元性が悪く、翌1955年の日本開港後、52番砲の撤去やビルジキールの深さ増大などの改善工事が行われた。主機には、オールギアードタービン方式を採用しているが、蒸気タービンは、朝風はゼネラルエレクトリック式、旗風はウェスティングハウス式と形式が異なっていた。巡航タービンは直結式で、大日本帝国海軍で多用された手動クラッチと、比して故障が少なく取り扱いも容易だったことから、後の国産護衛艦に影響を与えた。ボイラーとしては、バブコック&ウィルコックス式の水管ボイラー4基を搭載した。蒸気正常は圧力、温度とされた。なお機関配置は、間、機のシフト配置とされた。なお本型の最大速力は、今日に至るまで、海上自衛隊の護衛艦としては最速である。貸与された艦は、いずれも戦争末期には掃海駆逐艦 DMS に改造されていたが、貸与前に駆逐艦として復元された。ただしこの際、魚雷発射管は省かれた。レーダーとしては、貸与された時点では、対空捜索用としては SC、対水上捜索用としては SG と、いずれも大戦中以来の装備が搭載されていた。その後、1959年から1960年にかけて換装され、対空捜索用には、AN、SPS-6C、対水上捜索用には、APS-3 を装備した。ソナーとしては、戦後に実用化された新しいスキャニングソナーであるAN、SQS-10 を備えていた。全部艦艇には専用の固定式、ソナードームが設置されていたが、このため前進闘病が難しく、後進闘病が用いられていた。艦砲としては、38口径 12.7 センチメートル単装砲、MK 35インチ砲4機を備えた。この砲は、非常にサブバージョンが多く、朝風の場合は、51.54 番砲は、MK 30モット21、52番砲は、同モット23、53番砲は、モット47であった。その後、蒸気の改善工事の際に52番砲を撤去したが、認識番号が振り直されることはなく、52番砲は欠番として扱われた。本型は、海自発の5インチ砲搭載艦であり、有力な水上打撃戦力であった。対空兵器としては、56口径 40mm、4連装機銃、MK2 と70口径 20mm 連装機銃、MK24 を2機ずつ備えていたが、貸与の時点ですでに有力とは言えないものであった。射撃式装置としては、主砲イバンとして、MK37、MK28 レーダー装備、副砲イバンとして、MK51 を備えていた。対戦兵器としては、対戦迫撃砲は持たずに、爆雷主体であり、こちらも、貸与の時点ですでに有力とは言えないものであった。1954年10月19日、チャールストン基地において、アメリカ海軍第6海軍区司令官、マクレアン少将と、井口大使が、詔書に署名し、本型の引き渡しが成立した。米海軍乗員が艦を降り、代わって自衛官が乗り組んで、朝日旗が掲げられた。両艦は収益訓練を経て、翌1955年2月25日、横須賀に入港した。本型は高速性能と有力な艦砲を備えており、国産の春風型よりも先行して収益したこともあって、発足直後で PF と LSSL しか持たない海上自衛隊にとっては虎の子のような存在であった。開港後、同型2隻で第5護衛隊を新編し、横須賀地方隊に編入された。第5護衛隊は同年7月1日、第1護衛隊群に編入、さらに1956年4月1日、第2護衛隊群に編入された。1966年、昭和41年7月16日、第5護衛隊が廃止となり、朝風は佐世保地方隊、旗風は舞鶴地方隊に編入され、第一線を退き、1969年10月15日に、両艦とも除籍、返還され、除籍返還後は揃って台湾海軍に引き渡された。朝風は部品取りに用いられ、1971年、海戦映画のロケに使われて沈没した。一方、旗風は座礁した同型駆逐艦、艦陽、9ロットマンの艦名を引き継いで再収益し、1974年まで運用されていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。